その日、私は部活の朝練に間に合うよう、いつもより早く起きて家を出ました。普段、うちの部で朝練はしていないのですが、軽音部の大会が間近で、部員と特別練習を行おうと約束していたからです。1年生に経験者がいたので、今年の部員のレベルは高く、受賞も狙えるかもしれないということで、みんな気合が入っていました。11月の夜明け前のまだ暗い道を歩いて、いつも乗る路面電車の駅へと向かいます。家を出た時からうっすらと霧が出ていて肌寒い早朝だったものの、肌に感じる空気の冷たさはどことなく心地よく感じました。そのうち霧も晴れてくるだろうと思っていたのですが、意外にも進むにつれて徐々に霧は濃くなり、電車の乗り場にたどり着いた頃には、駅名の看板の文字さえ読みづらいほど濃い霧が周囲に立ち込めていました。この辺りで、これほど濃い霧が出るなんて珍しいなと思いました。少なくとも、私がこんなに濃い霧に遭遇したのは生まれて初めてだったからです。早朝の住宅街は、まだ車もほとんど通らず静かです。乗り場には私以外の誰もおらず、辺りは霧と静寂に包まれ、まるで誰もいない街に取り残されたような錯覚に陥るほどでした。始発の電車を待っていましたが、これだけの霧が出ていると時間通りには来ないかもしれません。私は駅のベンチに座り、ぼんやりと周囲を眺めていました。すぐ近くの交差点に目をやると、霧の中で信号の明かりが拡散されて、4つの信号機に囲まれた道路の真ん中が、スポットライトに照らされているように浮かび上がっているのが幻想的で、私はしばらくその光景に見入っていました。それは時が止まっているような不思議な時間だったように思います。どのくらいそうしていたでしょうか？レールを走る音が聞こえ、私は電車がやってくる右手に顔を向けました。霧の中に小さな明かりが灯って、次第にその明かりが大きくなると、霧の合間から車体もわずかに見えてきました。ポケットからスマホを取り出して、時間を確認すると6時16分。ほぼ時刻表通りの定刻にやってきたようでした。私は、カバンから IC カードの定期券を取り出して、電車に乗る準備をしました。ところが、近づいてきた車両を見て私は一瞬戸惑いました。霧の中現れたその電車は、昔の映画や古い写真で見たような、いかにもレトロな外観の車両だったからです。初めて見る車両でしたが、私はふとあることを思い出しました。そういえば、先日夕方の地域ニュースで、昔の車両を再現した観光用レトロ電車が近々お目見えする予定だ、という話題を聞いたことがあったのです。そうか、これがそのレトロ電車なのか、と感心した気持ちで眺めましたが、乗り口のドアが開いたので、じっくり眺める間もなく中へ乗り込みました。乗車してすぐに、私はあることで困りました。IC カードをタッチするカードリーダーがないのです。いくらレトロ電車といっても、入り口に機械がないなんておかしいと思い、電車の内部を見回すと、ようやく車内の異様な様子に気がつきました。古びれた木造の床、薄汚れた赤い布地の座席、本物の革のようなつり革、車両の上の黄色い明かり。すべてが細部まで古臭く、再現なんてものじゃない本物のレトロ感を醸し出していました。そして何より一番怖いのが、数人乗っている乗客が全員昔の格好をしていたのです。女性は着物に羽織、男性はケープのついたコートに帽子。私には、それらの服装に見覚えがありました。コートや帽子の名前はわかりませんが、本で見た大正とか昭和の頃の服装にそっくりだったからです。いかにもレトロ電車にふさわしい服装ではありますが、車両のあまりにも本格的な様子と相まって、まるで本当にタイムトリップしてしまったかのような光景に圧倒されました。乗客は、おばあさんが一人、おじさんが一人、そして小さな女の子とそのお母さんの計4人で、全員が制服の上にユニクロのダウンジャケットを着ている私をじろじろと見つめています。自分だけが、この空間の中で明らかな異分子でした。頭の中を様々な疑問が駆け巡ります。これは普通の電車ではなく、何か撮影かイベントのために用意された電車なのか？まさか、レトロ電車に乗れるのは、昔の服装をしている人だけとか？それにしても、レトロ再現を通り越してこれは本物すぎないだろうか？けれど、いろいろ考えを巡らせる前に、すぐさま降りるべきでした。というのも、これほど古い車両にもかかわらず、背後のドアは自動的にガタンと閉じてしまったからです。
とても自動ドアのような見た目ではありませんでしたが、ドアが閉まると電車はすぐさま動き出し、立ったままの私は、揺れに体勢を崩しそうになり思わず近くの吊り革を握りました。そして目に入った木製の窓枠など、周囲を見れば見るほど、レトロ風に作ったというよりも、古い車両をそのまま持ってきたようにしか見えませんでした。車内は木造の香りがしましたが、新しい木の匂いではなく、床や座席の汚れ具合はヴィンテージ加工というよりも、本物の経年劣化にしか見えないのです。昔の車両をそのまま使っているのかな？それにしても、IC カードも使えない電車なんて今時不便すぎるんじゃないの？現金しか使えないとしたら、両替できるかな？不安は次々と吹き出してきて、誰かに尋ねたかったのですが、私を見つめる他の乗客の視線が不審そうで声をかけるのが気まずく、私は窓の外を向きました。外の景色は相変わらずの霧で、何もはっきりとは見えませんでしたが、次の瞬間、運転手の方のアナウンスに私は衝撃を受けました。次は福田病院前、次は福田病院前でございます。福田病院？聞いたことのない名前でした。私の乗車した駅の前にも後ろにも、そんな駅名はありません。どういうことだろう？と思って外の景色を見つめていると、霧の隙間から見覚えのない木造の建物が見えました。そして、え？と思う間もなく通り過ぎていきました。おかしい。そんなはずはない。だってここは、まだ私がいつも乗り降りする駅のすぐ隣のはず。毎日通学で通る見慣れた道で、見たことのない建物があるなんておかしいのです。しかも、福田病院前なんて駅名、私の通学の途中で止まる駅はおろか、私が知る限り市内の駅名で聞き覚えがありませんでした。混乱する私をよそに、しばらくして電車は福田病院前という駅に停車しました。私は開いたドアから外を覗き込んだのですが、目に入った景色を疑いました。そこには、霧の中に確かに白い2階建ての病院らしき建物があったのです。全く知らない病院でした。固まった私の目の前でドアは閉まり、乗車する人も下車する人もいなかったのか、そのまま電車は発車しました。電車は動き出してしまったものの、私の内心はすっかりパニック状態でした。これは一体どういうことなんだろう？電車の中はおろか、電車の外の景色すら、一切見覚えのない風景なのです。心臓の鼓動が、バクバクと一気に速くなるのを感じました。おかしい、そんなはずはない。ありえない。そんな言葉が頭の中で何度も繰り返され、目に映る光景に理解が全く追いつきませんでした。ともかくはっきりとしているのは、この電車は観光用のレトロ電車などではないということでした。どうしよう。私は自分を取り囲む何もかもが気味悪くなり、吊り革から手を離しました。揺れる電車の中で、身をすくめて立ち尽くすことしかできませんでしたが、そんなことはお構いなしに電車は進んでいきます。次は、中坂、次は中坂でございます。もはや言うまでもなく、聞いたこともない名前でした。私は、思わずすがるように車内の乗客にチラチラと視線を向けましたが、すでに乗客は誰も私のことを見ておらず、全員が無表情にまっすぐ前を向いて静かに席に座っていました。まだ幼稚園生くらいの女の子でさえ、母親らしき女性に顔を向けることもなく、無言で前を向いて座っているのです。以上でした。それでも私は勇気を振り絞り、近くに座っていたおばあさんに声をかけました。すみません。一つお尋ねしたいのですが。おばあさんは、ゆっくりと頭をこちらに向けて。はい。と言いました。それは、囁き声のような小さな声でしたが、どうにか聞き取れました。知りたいことはいろいろとあったのですが、私は今最も気になっていることを聞きました。この電車の終点はどこですか？おばあさんは、私の質問が聞こえたのか聞こえていないのか、しばらく黙り込みました。そして、もう答えてくれないのかと思ったとき。私は、終点まで行くしかないから。とだけ言うと、下を向いてしまいました。答えになっていない答えでしたが、おばあさんの返事は私の不安を余計に駆り立てました。なんとなく、このまま電車に乗っていてはいけない気がしたのです。早くこの電車を降りなければならない。だけど、電車を降りたところで、外も私が知っている街とは全く違うようでした。霧のせいで、はっきりとは確認できないのですが、窓の外に見える商店や土の地面が剥き出しの道路など、
目に入る景色は、見たことのない場所ばかりです。中坂の次は泉通り、下流町。頭の中は、とても焦っているのに、どうすることもできないまま電車は次々と駅を通り過ぎていきました。終点まで、あと何駅なのだろうか？不安を通り越して、私は恐怖で身動きが取れないほどでした。ここは一体どこなんだ？私は異世界に迷い込んでしまったのだろうか？あるいは、過去に遡ってしまったのだろうか？もう、いっそ終点まで行くしかないのかと思ったその時、次の駅名のアナウンスが聞こえました。次は、〇〇神社前、次は〇〇神社前でございます。私は、その名前が耳に入った瞬間、思わず声を上げそうになりました。〇〇神社。初めて私のよく知っている駅名が呼ばれたのです。ここで降りるしかない、聞き覚えのある名前に覚悟が決まりました。ですが、この時私はようやく電車賃のことに思い至り、ハッとしました。確か財布には1000円入っていたのは覚えているのですが、これほどまでに自分の知っている世界とは違うこの電車の中で、私の持っているお金は使えるのだろうか？という疑問が湧き上がったからです。カバンから財布を取り出して確認します。小銭は1円もなく、非常用に入れている1000円札が1枚入っているだけ。これが使えなければ、いや、使えなくても構わない。ドアが開いたら、運転手にお金を押し付けて無理やりにでも降りよう。私は、そう心に決め1000円を握りしめました。〇〇神社前でございます。お降りのお客様がいたらお知らせください。電車が停車すると、運転手が車内に声をかけます。私は、急いで前方の降り口まで走って向かいました。そして、運転手の右手に1000円札を丸めて渡して降りようとした、その時です。お客様、お待ちください。運転手に強い声で呼び止められ、私は右腕をつかまれました。こちらのお金は使えません。小銭はお持ちでないですか？運転手の動作は、あらかじめ分かっていたかのように機敏でした。ありませんか？でしたら、終点の事務所で両替いたしますので、このまま乗車していてください。私は、運転手の手を振り払ってでも降りたかったのですが、あまりにもがっちりと腕をつかまれていて、動かすこともできませんでした。そして奇妙なことに、私が運転手の顔を見ようとしても、どうしても焦点が合わず、その人の顔を認識できないのです。どうしよう、車内の窓からうっすらと浮かび上がる赤い鳥居が見えました。その時には、もうここで降りるほか私が元の世界に帰る手段はないという、妙な確信が自分にありました。絶対に終点になんて言ってはいけない、力を振り絞ろうとした時、急に誰かに左手をつかまれました。運転手が握っている腕とは反対側の左手を、包むように誰かが握っています。私がとっさにそちらに振り向くと、さっき声をかけたおばあさんがそばに立っていました。私の手のひらをしわしわの両手で包み込み、手に何かを握らせてくれているのがわかります。感触でわかりました。それは数枚の硬貨でした。これ、あげる。使って。おばあさんの顔を見ると、さっきまでの無表情とは全く違うにっこりとした表情でした。ありがとうございます。私はおばあさんに早口でお礼を言い慌ててお辞儀をすると、中身を確認することもなく運転手の手に硬貨を押し付け、腕をつかむ手が緩んだ瞬間に電車を降りました。おばあちゃん、いいの？運転手の驚いた声を背に、私は周囲をなるべく見ないように赤い鳥居めがけて一直線に走りました。未だ辺りは霧が濃く、鳥居をくぐった神社の境内もはっきりと見渡せませんでしたが、とにかく走って本殿前の賽銭箱までたどり着くと、その隣に座り込みました。賽銭箱のあたりは、私の記憶と変わらないように感じましたが、私は体育座りをしたまま顔を伏せました。それから、どのくらい時間が経ったでしょうか？ 30 分。1時間。不意に地面に日が差してきたことに気がつき顔を上げると、霧はすっかり晴れていました。明るい日差しの差し込む境内は、普段と何も変わりなく、鳥居の先の道路には車が走り、その向こうにはマクドナルドも見えました。ようやく肩の力が抜けたような気がしました。思い出したようにスマホで時刻を確認すると8時15分。ホームルームには間に合わなくとも、1限目にはギリギリ間に合いそうでした。おまけにタイミングのいいことに、そばの停車場にちょうど電車が到着しようとしています。
私は夢から目が覚めたばかりのような、ふわふわとした気分で停車場に向かいました。到着したばかりの電車は、窓の大きい見慣れた車両でした。乗り込もうとする寸前、一瞬だけさっきの電車を思い出し、足を踏み出すのを躊躇してしまいましたが、思い切ってドアをくぐると、当たり前ですが何もかも普段通りでした。乗車しているサラリーマンや学生、車内の座席や釣り革、すべていつも通りの光景です。入り口の IC カードリーダーにタッチして、空いている座席に座りました。何気なく視線を落とすと、自分の左手が目に入ります。あの時、お金をもらえなかったら私はどうなっていたのだろうか？動き出した電車の中で、おばあさんのシワシワで温かい手のひらの感触を、私は思い出していました。